サーボーの財布いくら入ってるんでしょうかです。今日は持ってんだよ。今日はなんで俺の知らないとこで財布持ってんの。今ちょっとびっくりしたんだよ。予想、はい、どうぞ。14万2000円。14万2000円絶対入ってないよ、はい、そこまでいかない。多分5万6000円。5万6000円、普通に3万7千ぐらい。3万7千円、はい、俺じゃあ5万1000円。ああ、はい、これ当たったらもらえる。当たったらもらえる。なんでの全額は無理なんですよ。ああ、いや半額もらえるんですよ。いやいや、半分も半分も例えばあんま出すだ出すなよ。いや、抜き打ちやんないよ。出すなよ。2万。じゃあ、ええっすよ。3万。4万。はい、お前アウト。お前アウト。あれ、こんな入ってたっけ。ここらでじゃあ1万いきますか。1万、はい、1万じゃあ1000円っす。1000円。なんやねんこれ。飛んで5000。おーおーおー、6000で。オーケーオーケー。え、あと満札ってこと。え、やばいわ。え、やばいわ。ちょっと待って、やばいわ。すいません、全部満札だった。もらってて今4でしょ。4 5 6 7 8 9 10 11 12 13万6000円。ちょっと俺やび疑問があるんです。僕ある疑問。はい、はい、今ってあの袋有料化じゃないですか。ああ、はいはいはい、確かに。あの2円とか3円とかあるじゃないですか。あれって正直もったいないなって思いません？もったいないですね。だからみんなマイバッグ買うべきだとかって思ったりしますよね。あ、でも僕らは違います。はい、全部素手で持って帰れば0円じゃないですか。はい、確かに。まあマイバッグ買う必要もないとね。買う必要ないですよね。ということで今回のお題、なんかあるぞ。いや、なんか嫌な予感するぞ。もう嫌な予感するぞ。そうきたらもうそれや。うん、袋いらないですね。持って帰れる限界はどれぐらいか。うわー、来たー。おい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 、これはなんすか、その額を競うんですか、これは。いや、違います。物の数。そう、見た目です。わー、見た目ね。うん、もうここにボンって広げた時に、うわ、こいつが1位だなとかって、まあ、大体わかるじゃないですか。まあ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 、それでいきます。はいはいはい。ルールとして、店員さんとかにちょっとここに乗っけてもらっていいですか？はなしです。なし、ね、あ、自分だけで。全部自分ですから。うわ、マジか。はいはいはい、うん。オッケー。ということで、行きますか、買いに。うわー、行きましょう。行くか。笑いそう。家からコンビニまで十数分かかるじゃないですか。はいはいはい。それが大変。それが大変。それがマジで大変。道中落としたらもうやばい。そうなんです。ということで、次の画面に切り替わった瞬間、ここがすごいことになってると思います。はい。そういうことだな。買い出し行ってきます。イエーイ、行ってきます。帰ってきました。はい、やばいって、これは。これはやばい。これはやばい。みんなね、手で運ぼうって思ってたでしょ。やばい、まあ、甘いんですよ。運べるものがここでもあるじゃん。うちでもな。そう。あ、加えてきたの。そう。写真でもね、撮ってたから。加えてきたのは違うね。知ってるだろ。軽くなんか紹介したいものだけ紹介しますか。ああ、はい、はい、うん、まあ俺でいいかじゃあ。はい。家に欲しいものめっちゃ買いました。うん。ハンバーグが10個くらいあります。めっちゃハンバーグ、ハンバーグまみれ。めっちゃハンバーグ食うやん。と、まあリステリンでしょ、これ必須でしょ、はい、必須ね。あとだから魚系バーって買って、あとはもう見えてるものかな。あー、そうだね。見えてねえか、全然。ハンバーグとかね。うん。あと、ご飯ですよと、あの、ラー油ね。これ、用落とさず持ってきたよね。いや、これね、これめっちゃ怖かった。確かに。もう割ったら、もう終わりだろ、ね、終わり。これ、リステリンね。うん。いや、めちゃめちゃ押すんだよ、これ。これを。言っとくけど、これ、一番バカよ、これ。いや、大事でしょ。必要なもの買ってんですか。これ、いくらよ。わかんない。でも合計金額が約7000円ですね。あー、たっけ。この企画やってリステリン買うやついるか。やべ、大事なの忘れてた。今ワンピース一番くじやってるんですよ。いや、これいいね。これね、もしこれだったからまだ良かったけど。いや、これなかったらヤバかった、マジで。ちょうど色紙とファイルでこれ土台にしてこう持ってきた。一番持ってるガチは。僕ももうほぼ自分が食べたいものしか買ってません。ビッグソースカツとか、はい、うどん、あともう魚も一緒です。魚とかガーリックシュリンプ。うわ、お前好きそう。餃子、はい、はい、あと弁当とかいろいろあるんですよね。弁当とか。今日買いすぎじゃない。はい、お前賞味期限大丈夫か。いや、もう全部食いますからね、これ。いや、確かにお前
すごい大量買いするのに賞味期限短いの多くないだろ。いやそう多いよね。ザルそばだそうそう、ザルそば買いました。まあ安定する、だからもうテトリスに近い感覚でやったから。そうこいつは容量で、ね、容量で、ね、そうそうそう、全部あの四角形。そうでこの量を支えてくれたのがこれなんですよ。何、あこれ頭いいと思った。冬ピア、冬ピアあのイルミネーションの情報とかも書いてあるから終わってるのよ、もういいのよもう冬なんでね、まあもういかんやん、誰ともだから、いや、相手が見つかるかもしれないからね、こういうのでちょっと、いやでもこれは頭いいと思う、頭いいと思う、いやそうだね、一人飲み用のなんか食い物、あ、そう、結構つまみとか好きだからそう、つまみ好きだよ、イカの塩辛とかな、そうそうそう、好きだよな、主食がだってそういう系だもん、そうだよね、サブだもん、サブキャラで、まあ合計が多分7600円ぐらい、おー、行ったね、まあまあ、だいぶ行ったね。俺はね、もうほんとね、リボンとね、ちょっと考え方似てるけど、うん、まず、このピザが土台です。ピザね、そう、ピザ、ピザね、土台をさ、そんな買う必要あるだって、持てて2枚じゃん、土台ないやん、しかもお前、片手で持ってたよな。こうだから、もっといけたいよ、ほんとは。だから悔しいと思って、だから俺、ほんとは、これをどうしてもさ、こう持つわけじゃん、はい、だからこれじゃ限界あるわけじゃん、はいはい、だからこれをでかくしたいと思ったわけ、この幅をね、そう、はいはい、手をでかくしたいと思って、はい、だからここにまず置くでしょ、で、ここに置くや、おで、ここに置くや、おで、ここに置いて、でっかい四角形を作ろうとしたってことだね、そう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 、これで、もうこうすればもうめちゃくちゃモテるわけ。こだわるのがきついな、これ真ん中に行ったらもう。わぁいや、だから意味ないんだよ、そのための、はい、うん、お米です。はいはい、お米、はい、お米ね、だからここ、そこから自分で持って、そこから自分でやってよ、自分でやんなきゃ、知らおもろいんだけど、もちろん、ちゃんと全部自分でやったからね、これ、うん、じゃあここにさ、こう米を置いて、だ広さはちゃんと確保したから、今度は強度ですよ、で強度をしっかりしようと思って、このお米です、でもこうすればもう、ほら見てよ、ほらこんだけでかいお盆作るよ、ね、通らないもんね、まだお盆ね、こんだけでっかいお盆作れればもう余裕ですよ、確かに、で、そっから何も持てなくなるけどね、でもほら見て、形も見てるよ、おーすげー、すげー、すげー、で、これでこうやってどん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 積み込んでいくと、積み重ねていったわけですよ、片手でお前米2個持ってたよな、じゃあ、いけたよ、いや、そうなのよ、だからね、本気出せた、もっといけたよね、でもね、カゴに入れてる感じもう絶対ヤバいっていうあったよね、そうなんだ、うん、だから絶対これさ、もう戻しとかダメじゃん、そうだね、もちろんもちろん、だからそれが働いてたけど、あの、これもし2回目やるとしたら俺もっといけちゃう、いけるね、いけるね、これでもっと詰めればいけるって、その感覚みんなあるもんね、まだいける、全員カゴから出てんだ、そうそれは怖いよ、ビビり俺は、そうだね、すげえな、俺もね、結構量で攻めたんだザーサイ切り干し大根あー細かいコンポテトサラダ薄くて、そう、薄くて運びやすいでしょ、で、これ買って、で、これ、あの、なんだっけ、ハッシュポテト2枚、ハッシュポテト2枚だけじゃん、今、そう、あとごぼうサラダで、プリッツ結構使えるから、あー、いいね、これマジで強い、いいね、あー、確かに、ポッキーいいよな、ポッキー系、結構こいつがね、役立ったかもしれない、こういうのは、そうだね、土台になるからね、そう、一番土台はこいつですよ、はい、ペヤングはそうだね、そう、俺も買ったし、そう、こいつ2個さ、こいつ2個を下に置けばもう勝ちだと思ってた、うん、あともう積むだけだから、心強いな、そうで、まあ、厚焼き卵を買ったんですよ、美味しい美味しい、餃子です、餃子ね、餃子ね、これも使える、あとペペロンティーノとカルボナーラ、結構でかいな、それ、これすげえ、あ、それすげえ、そう、これも使えるんよ、土台は結構多めに作って、さあ小物上でドカーンと乗っけるみたいな、はいはいはい、あ、まあ持ち方やばかったもん、うん、一番ワンパクな持ち方でしたね、そう、見た目重視で忘れました、見た目重視、4400円ぐらい、安っ、まあ、お菓子が多いもん、お菓子とかペヤングが意外と安いんだ、213円ぐらい、スタブ、これは9500円、お前桁違うな、やばっ、え、9000、あの、米が1個2000円で、まず米だけで2個買ってるから4000いくだろう、米、うん、あ、誰が一番すごかったか、まあまあ、大気じゃない、いや、まあ俺も大気だと、まあ、見せ方がうまかったっていうなんかね、だって一番でかいから、うん、物は一番小さく見えるはずなんだけど、まあだね、なんか一番迫力があった、そうだね、一番大変そうだった、みんな
これ多分 1.5 倍ぐらいいけたよな、これ改良の余地ある。あでもね、分かんないよ、このギリのタイミング。まあそうだよね、いやだ自分で乗っけなきゃいけないのがやばい。あそうだよね、まあだからそれはもう経験がものを言いますね、うん、いやそうだね、まだ俺らビギナーだった。そうだね、初心者だった、まあ初めてだったからね、うん、まあ明日からみんな練習しよう。あそうだね、いいよ。だからね、皆さんもあの2円3円あの節約したい方はこうやってやれば、うん、これ見てこれぐらいだったら持って帰れるんだなっていい勉強になったと思う、うん、これだったら女性でもいけるいややるやついねえんだよこんなことそもそもよ、そもそもいねえんだよ、まあ、女性は米1個までにした方がいいから、ね、やると重いからね。以上が、今回の限界の記録でした。はい、はい、またね、なんかこういうくだらねえの思いついたらやりたいと思います。ねえ、はい、おもろいおもろい、うん、そうだね、はあ年末にもやろう、うん、年末やん、年末やりましょう、今年の末にもやろう。オッケー、じゃあ次ハイブラでやる。ハイブラやだなえぐいなぁ。そう辞退します、辞退します、辞退します。さすがに破産こそ、あれではチケットやつは全員分なやつ、うざけんな、なんで一番チケットやつ、うわ怖え、怖え、怖え、全員破産。面白かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知登録お願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー。